はい、こんばんは。今日はね、私が普段、メインで愛用している、オルフェイスバレエギターズのご紹介をしたいと思います。こちらになります。はい、こちらのギターですね。とってもね、木の色も美しいんです。綺麗でしょうね。これね、オルフェイスバレエギターズは創業100年のメーカーでして、国としてはね、ブルガリアの、メーカーです。で、現在ですね、オルフェイスバレエギターズは黒澤明さんが取り扱いを、されておりまして、私もあのメインでお世話になっているのは黒澤明さんでして、黒澤明さんのドクターサウンズというね、クラシックギター専門のフローがございまして、そちらで普段、楽器のメンテナンス、弦の交換なんかをねしていただいております。基本的にクラシックギターに関しては、自分自身はねプレイヤーに徹してます。ですので弦の交換をするときにやっぱり手を痛めたりね、あとはその怪我をしたりとかしてしまうと自分がプレイできなくなってしまうんです。で、特にねこれまだ買ってで3ヶ月ぐらいなんですが、このギターが若い時っていうのはとにかく湿気とかね、あと油、油分に対してすごく敏感なんです。人間と同じですね、多感な時なんです。なのでたくさんの経験をさせてあげること、なるべく持ち出してあげること、当然お茶の水にある黒澤明さんに持っていく時に電車で移動しますし、今日はお天気が良かったんでガレージで、干してあげる。ギターさんをね、ずっと家の中にいるとギターさんもどうしても音がこもってしまうので、ギターをなるべく外気に触れさせること。ケースなんかにしまい込んでしまうと中で湿気がこもってしまって苦しくなってしまいますから、人間も一緒ですよね。狭い部屋に押し込められたらあかりつらいじゃないですか。なのでできるだけね、あのギターさんが木というのはね、そもそも太陽の下に、照らされているわけで、その状態に近い状態に、まあ、一旦戻してあげて、で、たまに外出させてあげて、新鮮な空気を吸わせてあげて、そして、まあ、世間話というかね、音楽談義が中心になってしまいますけど、あの黒澤明さんのね、優秀なスタッフと話をして、今、世界的にね、こんなプレイヤーが面白いことをやってるよとか、そういう話をしたりとかね、あまりそのクラシックギターになるとちょっとフォークギターがね今ブームですけど、フォークギターとちょっと違って、やはり世界にはねすごくとてつもなくギターうまい下手は難しいですけど、ギターが弾ける人っているんです。私がねすごく尊敬してるのはパコ・デ・ルシアというスペインのギタリストなんですけど、まあ信じられないぐらいの速さでギターを弾くんですけど、それがね全く嫌味じゃないんですね。で、ただパコ・デ・ルシアはスペインの地元だとどうしてもねギターがうまく弾けないんだそうです。これはアイルトン・セナがねブラジルで勝てなかったのと似てるのかなと思うんですけど、まあ、アイルトン・セナとねパコ・デ・ルシアってちょっと似てるんです、雰囲気が。で、スペインになるとどうもメロメロになるようですね。で、世界的に有名なギタリストですが、やはり地元で弾くっていうのはね、私もそうですけどプレッシャーかかります。ね、自分の大切な人が周りにいる中で一番のプレーを見せなきゃいけないわけで、それはねやはり緊張して当然だと思うんで、そのパコがね、パコ・デ・ルシアがスペインで弾けないっていうのはちょっとね気持ちが分かったりします。このギターねとっても気に入ってるんです。ちょっと音を聞かせしますね。よくね楽器屋さんが試奏のために試し弾きのためにねお客さんの代わりに弾く禁じられた遊びという有名な曲がございまして、これは弾かせていただきます。聴いていただければ幸いです。皆さんがねご存知のとても、
切ない曲ですね。禁じられた遊び。すごく難しい曲です。途中ねすごく指開く場面も出てきますし、練習が必要です。ただねギターはねすごく楽しい趣味です。弾いて楽しいしね、そしてギター自体すごく美しい工芸品でもあるんで、家の中にあるだけでとてもね生活が豊かになります。で値段的にもねそんなに高いもんじゃないんですよ。まあ本当に 4、5万、ヤマハさんなんかは今3万円2万円ぐらいから、まあ、こういったタイプのね、私のものは当然私はこれは仕事で弾くんで、まあ、もうちょっとお値段しますけど、遜色ないものがねヤマハさんから2万円台3万円出したらね相当いい楽器が山田さんから買えますので、ぜひねちょっとね学生の方でしたらアルバイトしたらお小遣い貯めたりして1台こういったねクラシックギターを持っているとすごくね年を取ってからも楽しいと思います。基本的にクラシックギターが弾けるとフォークギターも弾けますし、エレキギターもそこそこ弾けるようになるんで、当然持ち屋持ち屋なんでね、それなりの分野の方スペシャリストがいらっしゃるんですけど、クラシックギターっていうのはね古くからある楽器でね、当然エレキギターやフォークギターよりはるか昔もう1800年代には存在したものなんで、まあ100年以上の歴史は当然あるわけですね。そういう楽器なんで100年っていうと実のところ大した時期じゃん、期間ではないんですが、他のねこの前身となったものはリュートという楽器なんですが、ギターっていうのはだんだん進歩してきたわけで、バイオリン、ビオラ、いろいろ弦楽器ありますけど、その中の一つとしてね今やすごくギターというものは楽器として認められているんで、ぜひ購入してね弾いて楽しいですから、とにかく、そして弾けるようになるとさらに楽しいですから、ぜひ黒沢楽器さんでねできれば購入していただきたいと思います。とてもね親切な優秀なスタッフがいらっしゃいますので、相談に乗ってくれると思います。通販のサイトもいいんですが、まあ、そんなところでね自分の気に入ったこういうのが自分に似合うかななんていうのを見ながら実際の店舗でね、見て弾いて、下手だからってね、全然楽器屋さんってねそういうことをね悪いとも何とも思わないんです。むしろねこの人が弾いてくれるんだなって思うとねすごく嬉しい気分になるもんです。そういうもんですから、ぜひね一台こういったギターをね持っていただけると私もとてもね嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。今回ご紹介したのはね黒沢明さんが取り扱っておりますオルフェスバレーギターズ、ブルガリアのギターです。創業100年を超える老舗でございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you soon です。